さあということで、ユニオンミルズというところにやってきましたけれども、15分のディレイの後、元の時間から30分ディレイ、6時半から始めるということだったんですが、どこかですね、山の方が多分どっかね雨降ったんではないでしょうか。今日のスケジュールは中止ということになりました。でここのユニオンミルズはダグラスからまだですねスタートしてほんの数マイルというところで、まあ隣町って感じでしょうかね。はい。で、私の背後にあるのはコンビニ、あとですね左の後ろに教会があるんですけれども、ここ TTT やって教会のね、あのこの感染の時期になると、地元の女性、主に女性たちがあのケーキとかお茶とか振る舞ってくれるということで、先ほど私もですね美味しいハンドメイドの、フルーツケーキを食べました。はい。で今ですねカメラ反対向きなんですけれども、走ってくる方にはレイルウェイインというパブがあるんですけれども、そのレールウェイイン、なぜねレールウェイか、この道路沿いにはねもう鉄道はないんですが、かつて、ピールという町に向かって鉄道が敷かれてたそうなんですけれども、その、名残で鉄道脇の、ね、にあった、パブというのが ありまして、でそこはレールウェイインということで、ちょっとねカメラを、もう今日走らないから動画撮っても大丈夫だと思うんですけれども、はい、このね今カメラの正面方向がレールウェイインがあります。このねマキいいですね、マキタのラジオですね。そして今ロードオープンを待つライダーさんたち、いやめっちゃ渋かっこいい、ハロー鈴木の GT750、 わーすごっ。そしてビラーゴ、かっこいいイギリスの方ですね、はい、あらすごっ、 GT75 をかに乗ってイギリスから来ているというのはすごいですね、はい。そしてこちら側はですねこんな感じで、はい、教会をオープンしておりますけどね、子供たちが飛んだり跳ねたりしてますけど、まあ、これですね、ロードオープンカーが、来るのを皆さん待っているという状況です。ということで今日の Vlog はちょっと短めですけど、ユニオンミルズからお届けしました。はい。このユニオンミルズなんですけれども、まあ、昨日来たんですけど、あの山の方が雨ということでそうかはなかったんですよね。それで、今日初めてここで撮影するの、多分私あ2回目か、反対側にで撮ったことはあるんですけれども、改めまして今日撮影したらですね、あの向こう の, あのレールウェイインからの、右コーナー軽くジャンプするんですね皆さんね。であとはこの私の後ろに見えてるこの、バス停のところがねもうフルボトムします。やっぱね撮ってみないとわからないことたくさんあるんだなと思って、まあ、有名なジャンプスポットとかたくさんいくつかありますけれども、ここはここでなんかしっかりですね高性能なカメラで写真を撮るとすごいことにが起きてるんだなっていうのが、よく分かりましたということで、まあね、今日もちょっとこれはこそこそ動画を回してますけれどもね、走行してないから大丈夫だと思います、はい。で私の背後はこのように教会の教会学校っていうんでしょうかね、
そこを、TT の時は開放していて、ここで観戦するのはね、まあ、予選の日だけかもしれませんけど、今日はね無料です。で、中でお茶とかケーキとか売ってるので、まあ、そういうのをね買って、寄付したりとかいう感じで、こうやってね地域社会と溶け込んでいるモータースポーツというのがよく分かりました。ということで、寒いけどこれね、中川から、まあ、一応ダグラスで帰れますけどね、はい、ということで今日はね暖かくして お風呂に入ってから寝ようと思います。今満島これ明るいんですけれども、現在時刻は8時半ぐらいです。夜の8時半ぐらいです。今日は予選ウィーク、水曜日、2回目、昨日走行なかったので2回目の予選が赤旗で終わるかなというところです。